2023年8月、社会人バレーボールの日本一を決める大会、全日本6人制バレーボールクラブカップ選手権が大阪市で開催された。各都道府県を勝ち抜いた猛者のみが出場を許されるビッグタイトル。私の所属する推薦バレーボールクラブは、激戦区、東京の予選を勝ち抜き、見事全国大会へと駒を進めた。推薦の歴史は浅く、創部からまだ2年の新参チームだ。昨年は創部1年で東京都予選優勝を果たすも、全国大会は準々決勝で敗退し、ベスト8。昨年の雪辱を晴らすため、1年間クラブカップを最大のターゲットに活動を積み重ねてきた。バレーボールを通じて心から信頼できる素晴らしい仲間たちが集い、この1年でチームは加速度的に成長した。だが、まだ手にしてないものがある。全国制覇。クラブカップの教えるものは、クラブカップでしか取り返せない。揺るぎない覚悟と決意を胸に、今年もまた暑くて最高の夏が始まる。これは、推薦バレーボールクラブの2年越しの夢を追ったバレーボールドキュメンタリーである。いやちょっと待って、俺犯罪者だから今、俺今犯罪者だから、ちょっと俺も反省してます、本当にすいません。人生で初めてイエロー2枚。優勝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 だってお疲れ。おい、何やってんだよ。なんでよ、俺もみんなにやれって言われたことやっただけ。俺本当にか、じゃあ絶対優勝、優勝、とりあえず俺ね、次ユニフォーム着れないから。反省。あ、イレントさん、さっきの試合どうでした？あ、いや、セクニーがイエロー、それが最高だと思った。マジセクニーのイエロー。なかなかイエローってなかなか見れないよ、人生で。イエロー2枚。うるせえ。シューちゃんどうでした、さっきの試合？いやー、めちゃめちゃ緊張しました。緊張した実際。なんか結構みんな緊張してたね。もうね、サーブ来ないでずっと思ってたんですけど。そう、やっぱり。もうめちゃめちゃ狙われてましたね、うん、バチバチ狙われてたね。あ、澤田さん、次の試合お願いします。僕の代わりでだと思うんで、はい。イエローは取られないので安心してください。はい、本当に平和に行こう。平和にいいサーブと。うん、ダメ。でもサーブは良かったんだよ、めっちゃ。そうなんだよ。分かるよ。それ以外。うん。ちょっとね。問題児から勝つ。頑張りましょう。ともひこ、お疲れ。お疲れです。よかったやん、ともひこ。そんなやっぱ途中切れるとこだったけど。いいよ、今のところ珍しいよ、ともひこが活躍してんの。珍しいよ。うん。試合、公式戦でともひこがね。大舞台で。次一番活躍するんだよ。あ、頼むわ。ランタなんかにね、そう。最終渡さないから。マジ、渡すな、絶対渡すな。まだスイッチ入ってないから。ランタなんかちょっとひよってたから。ひよってたから。だいたい最後、俺かシュータローしか MVP 取れんか。あ、もぎ取ろう、ともひこ。前回、歴史的な大接戦を勝利し、準決勝へと駒を進めた推薦。相手は神奈川県代表の東京ガスエコモ。選手の中にはトップリーグでプレーしていた元プロ選手が所属し、もちろんチームの中核を担っている。肩書きだけでは勝負できないが、一発勝負のトーナメントでは何が起こるかわからないのがバレーボールの面白いところ。前回イエローカード2枚の私は無論、クビ。真面目に応援させていただきます。ただいまより2023年度全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会第42回ジャパンクラブカップ準決勝を行います。 C コート神奈川県東京ガスエコモ対東京都推薦。
互い前の試合フルセットをやっているため疲労がプレーに出ているように感じる。一応リードはしているが明らかにリードしているような雰囲気ではないため、いつもの推薦ならこの後追いつかれてしまう。ここでピンチを呼んでしまう男が一人立ち上がった。澤さん、ちなみに負けてったらどうなったんですか？五輪か、まあ、あの明日のサーブのイメージね、すごい大事だね。ジャンサー、ジャンサーした。ジャンサー真面目に答えてほしい。狙って、狙って次に行って、頼む、頑張ろう。ピンチサーバーなのにちゃんとサーブ入れろよと言われる始末だった澤田が、まさかのサービスエース。1点が欲しい場面で期待に応えてみせた。を呼ばない男となった澤田の活躍からチームは勢いを取り戻し、6点リードでセットを先取。準決勝勝利へ一気に近づいた。Thank you.
チームの司令塔である小松の足がつり、交代で入った佐藤君。彼も左足を負傷していて、テーピングぐるぐる巻きの状態のため、残りの右足のみでなんとかごまかしてプレーをしていた。これ以上セッターの控えがいない状況、佐藤君には踏ん張ってもらうしかない。交代で入った24番のスグロー、彼についたあだ名は南海の黒ひょう。身体能力だけを見ればプロ顔負け、高学歴で文武両道、真面目に人生を歩んできていた。しかし今まで何かが足りずに、本来持っている力を出せずにいた。彼に足りないもの、それは自由だった。推薦で自由を知ってしまったスグローは輝いていた。スグロー、黒ひょうのようにコートを駆け巡れ。ここまで出場機会が少なかった選手たちが準決勝という大事な場面で大活躍。誰が出ても推薦のバレーをするというのも一つのテーマで1年間やってきた結果が今回の試合で出た。次はいよいよ決勝、日本一が決まる。俺日本一になりたいよね。日本一になりたい。なりたい。なりたい。終わりにしてください。
1年前に、まあ、この大会で負けて、まあ、なんか僕のバレー人生の中で割と、5本の指に入るぐらいのちょっと屈辱的な負け方をして、まあ、あの本当に僕のせいで負けたと思ってこの1年間ずっとやってきたんで、あの明日は皆さんの前で泣いて謝るつもりないんで、まあ、みんなで勝って、まあ、泣いてもいいし、まあ、笑って東京帰れればいいかなと思いますんで、あの体もしんどいと思うし、あの気持ちもすり減ってると思うし、まあ、スタッフも選手もみんな疲れてると思うんですけど、最後1日だけ力貸してください。よっしゃ。